ね、安全保障政策、あとね、その中でもですね、経済安全保障とですね、国防に関する部分、これはね、ものすごい使命を割いておりまして、まずね、第5章に経済安全保障というのが出てくるんですけども、これがね29ページ30ページね。それから第6章が毅然とした日本の外交の展開と国防力の強化で日本を守るというですね、そのものズバリのページがありまして、これがですね結構長いんですよ。31ページから36ページまでということで、全部でですね8ページぐらいですね、経済安全保障と国防に関してですね8ページぐらいのページを割いてかなり詳しく書いてあります。その中にはね、サイバー攻撃から防衛体制をしっかりやっていこうとか、情報を安全にやり取りできる量子暗号通信の研究開発と社会実装を推進するとともに高度セキュリティ人材を育成します。これも高橋さんが言ってた政策そのものですけど、こういったものが入ってますし、さらにね、これちょっとねすごいなと思ったのは、家庭や職場のサイバーセキュリティを強化するため、中小企業に対して発売前の IT 機器のペネトレーションテストの費用を補助しますというから、これ結構本気だなと。ファーウェイとか買うんですけど大丈夫ですか、いやそれやめた方がいいですよみたいな、そういうこともやるのかなと。さらにね、ここですよ、毅然とした日本外交の展開と国防力の強化で日本を守ると、国の究極の使命は国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、領土領海領空資源を守り抜くこと、国の主権と名誉を守り抜くことです。毅然とした日本外交の展開とともに、特に近年深刻化している国防上の脅威に対応できる体制を整えますということですね。ここでね、素晴らしいことが書いてあって、豪印アセアン欧州台湾など普遍的価値を共有するパートナーと連携を強化します。台湾の TPP 加盟を歓迎し、 WHO 総会へのオブザーバー参加を応援しますと、はっきり書いてあります。それからウイグル、チベット、モンゴル民族、香港など人権等を守る諸問題について主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めますということで、今度こそ対中非難決議お願いしますよという感じですけどね。そんなのが書いてあります。あとね、国防関係のところでね、いろいろあるんですけれども、権威主義体制によるデータ独占を阻止するために、自由で信頼あるデータ流通 DFFT の枠組みを米欧とともに強力に推進しますとかね、そんなことも書いております。あとはですね、国防力の強化というところでね、そのものズバリすごいですよ。中国の急激な軍拡や力を背景とした一方的な現状変更など激変する安全保障環境に対応するため、我が国自身の防衛力を抜本的に強化しますと。さらに尖閣諸島周辺を含む我が国の領土領海領空を断固として守り抜くために、中国の海警法の施行も踏まえ、海上保安庁の体制拡充、自衛隊との連携強化に加えて、領域侵害に対処するための万全の措置を講じますと。さらにですよ、弾道ミサイル等への対処能力を進化させるとともに、相手領域内での弾道ミサイル等を阻止する能力の保有も含めて、これ要は敵基地攻撃能力ですよね、これも含めて抑止力を向上させる新たな取り組みを進めます。さらに重要土地調査法に基づく取り組み、これを着実に進めると、法律作ったけど運用しないじゃなくてちゃんとやるよというようなことも言ってます。あとね、これすごく大きいんですけど、令和4年度から防衛力を大幅に強化し、新たな国家安全保障戦略対抗中期防衛力整備計画等を速やかに策定します。ゲームチェンジャー技術など研究開発の加速化、自衛隊の処遇等の向上にも取り組みますということで、ついにアニメサイコパスの世界がね、日本がドローン兵器で守られるみたいな、こういうのが出てくるのかなというふうに思いました。結構ね、ここのね安全保障のところはね、全部で経済安全保障も含めて8ページありますけれども、読み応えがあるので、ぜひね皆さんもお読みいただけるといいかなと思います。最後にね、4つ目のポイントなんですけれども、これ必ずまあ自民党の政策パンフに入ってるんですが、憲法改正ね、こちらについてですね、第8章に書いてあります。日本国憲法の改正を目指す、国民の皆様の幅広いご理解を得て、今を生きる日本人と次世代への責任を果たしますということで、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原則がしっかり堅持し、初めての憲法改正への取り組みをさらに強化しますというふうに述べているということです。岸田さんはですね、4候補の中では最も憲法改正にはね積極的な発言をしていた一人です。高橋さんと同じぐらいね言ってたと思いますので、ぜひですね、このね党と政府二人三脚でね協力してですね、憲法の改正目指していくといいかなと。4項憲法のね解釈を変更すればね、篠田説で解釈すればいいんですけど、あまりにもね曖昧な書き方をしているので、東大憲法学によるね変な解釈がまかり通ってるでしょ。戦力っていうのを戦う力って読んじゃうわけだから、あれめちゃくちゃですからね。戦力ってのはウォーポテンシャルですし、戦争ってのはその国権の発動たる戦争っていうのは意味が分かってないですからね。戦うこと全部禁止なんて書いてないですからね。国権の発動たる戦争っていうのはウェストファリア体制の頃の戦争の話なんだから、そういったことも全部踏まえて曖昧な解釈を許さないね、現状のだから憲法解釈が確定するような、東大憲法学が言うようなね過激なですね非武装中立論みたいなのが出る余地のないような文言の改正というのは必要だと私も思います。第3章にね、全項の目的を達するために日本政府は軍隊を持つと書けばねいいと篠田先生なんか言いますけど、軍隊って言葉でいいと思いますよ。自衛隊じゃなくてもね、軍隊ってのはプロフェッショナルミリタリーって意味ですから。
ウォーポテンシャルじゃないですから。軍隊は戦力にあらずなんですよ。これちょっと難しいんですけどね。訳語なんでね、軍隊って言葉も戦力って言葉もこれ国際法上の訳語ですから、日本語の法人に書いてあるのは一般的な意味で解釈しちゃいけないっていうのが結構ポイントなんですが、まあこれ話すとまた別の動画撮らなきゃいけなくなるので、そういう意味でですね、政策パンフレットの最後にね、憲法改正を目指すとはっきり書いたということも強化できるかなというふうに思いました。ということで自民党の選挙公約こんな感じなんですが、他の党もねやってみると面白いかな。立憲民主党の選挙公約の解説もしてみると面白いかなとか思いますので、その辺も含めてですね、いろいろとこの衆議院選挙に向けた情報を提供していきたいと思いますので、引き続きこのチャンネルをご覧ください。最後までご視聴ありがとうございます。制作活動の励みにもなりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。